everyone. I'm Susanna. Welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっと、ノーションの入れ替えようと思いまして、入れ替えというほどでもないんですけど、今まで使ってた道具があるんですけど、それだとちょっと使いにくいかなと思って、こう、棒針の時にね、入れておく、マーカーですね。マーカーのセットを何種類か作っていこうかなと思います。で、数を一応、この黒が8個しかなかったので、8個ずつのセットにしようかなと思ってるんですけど、これもしかしたらピンクの方が可愛いかもしれないな。どっちが可愛いかな。悩んでるんですけどね、今色を。こっちは?こんな感じかな、やっぱり。はい。という感じで、セットでやっていこうと思っております。で、1個大きいのをつけておくと、始まりの目印になるのと、あと、こちらは小さいのは、軽くてあまり邪魔にならない方がいいんですよ。で、前使ってたのとか、ちょっと重くて、で、やっぱり軽い方がいいなと思ったので、で、ここを金属にすることも考えたんですけど、金属よりは紐の方がいいかなと思いまして、紐にしております。で、紐とでやっていこうかなと思ってます。まあ、使いにくかったら切ればいいだけなんで、作り直せばいいだけなんで、本当に気軽にやっていこうと思うんですけど、材料から説明しますと、あった方がいいのは、サイズを測る巻き尺ですね。それから、ハサミですね。工作用のハサミでいいです。それから、こちら、ゴールドとシルバーの紐を用意しております。これはアマゾンで買ったのかな?またちょっとこの辺りの道具、あったら下にリンク残しておきます。で、これはね、手芸中村さんで買ったプラスチックビーズのミックスセットっていうのがいっぱい入ってるのがあるんですけど、こういうの。で、これがね、結構軽くて、で、割とカラフルで、大きさもちょうどよかったので、それでやっていこうと思ってます。はい。ということで、皆さんもよかったら、試してみてください。仕上がりサイズなんですけど、だいたい4センチぐらいになってます。で、輪っかの部分はだいたい 2.5 センチです。で、なぜ 2.5 センチがいいかって言いますと、2.5 センチのいい点は、これ、だいたい15ミリぐらい。入るんですよ。あったかなということで、まあ、15ミリの針をね、使う人もめったにいらっしゃらないとは思うんですけど、まあ、これ12ミリのかぎ針なんですけど、入るじゃないですか。そしたらもうかなり大きな、太い糸の時でも使えるので、これぐらいあったら何でも使えて便利かなと思います。短すぎず、長すぎずということで、で、余計なもの何もつけてないので、シンプルに作っていただけます。では早速始めていきましょう。で、紫はやっぱりシルバーとの相性がいいのでシルバーにしてるんですけど、何センチぐらいかな、まあ、大体15センチぐらいの幅になったら折って30センチぐらいですね。30センチぐらいの紐を準備します。で、なぜこれぐらいがいいかというと、ちょうど手のひらに収まるいいサイズなんですよね。で、最初にまず結び目を作るんですけど、その時の結び目、先ほどもお伝えしましたけど、だいたい 2.5 センチぐらい。はい。2.5 センチぐらいに収まるように、結び目を作ります。ここ割とギュッとしておいてください。はい。で、できたら、このままでもいいかなと思ったんですけど、このままだと、これ、作るものの穴の大きさにもよるんですけどね。よいしょ。通り抜けちゃうんですよ。で、通り抜けるとやっぱりよろしくないので、もう一回結び目を作ります。で、その時にこの前の結び目の上に来るようにしっかりと
ここで2回結び目が来るようにしてあげるのがポイントですね。で、そしたらもう本当にあとは簡単で、穴を探して、穴の中に入れてあげますね。こんな感じ。で、それだけだと、このままだと下が落ちちゃうので、で、ここの部分が、揺れる方がいい方は、ここの部分を長くしてもらったらいいと思います。で、私はもうそのままでいいかなと思うので、もうギリギリのところに結び目が来るように、縦結びでね、構いませんから、縦結びで、もう1回このここもやっぱり2回この上に重なるように2回結び目を作ります。で、しっかり結べたら大丈夫。もうしっかり結ぶだけなんで、ちょっとずれてましたのでもう一回やりますけど、そしたらね、ギリギリのところでね、こっち側から見た方が分かりやすいかな。はい、ギリギリのところでカットしてあげます。まあ 2,3 ミリ残しててもいいかなっていうぐらい、邪魔にならないと思うし、本当のギリギリよりは 2,3 ミリ残ってる方がいいかなと思います。はい、これをもう一度やっていきます。目分量でいいので、だいたい15センチぐらいの長さ、ここに15センチの定規があるので、まあ、こういうので測ってもいいと思いますけど、15センチで、はい、カットします。なので30センチぐらいですね。で、なぜ上から結ぶかというと、あとでね、ここの穴の大きさを調整するのって比較的難しいんですよね。だから最初に調整できた方がいいので、ここで先に結んであげるといいと思います。で、ここでも 2.5 センチなので、こう 2.5 センチのところに合わせて、大体 2.5 センチですね。ちょっと足りないなと思ったら下にずらすと、だいたい 2.5 センチになりますので、2.5 センチぐらいの大きさにセットします。そしたらもう一度結び目を作って、次に作る結び目は、ちょうど真上にします。で、測っておきます。で、OK ってなったら、結構ね、大きい穴が開いてる方がいいと思いますね。これぐらい。何ミリぐらいかな。3ミリぐらい、穴は3ミリぐらい開いてる方が、まあ、通しやすいですけど落ちやすいこっちはもう少し小さいんじゃないかな。ちょっと穴の大きさ比べますけども、同じぐらいかな。ちょっとこっちの方が小さいですよね。なのでこっちは2回もしなくても1回でもいいかもしれない、まあ、そんな感じ でやっていただくと、でこれは大きいのでこのままここで折り曲げて入れても全然入っちゃうんですけど、こうやって入ってくれるので、
楽なんですけど、こっちは多分2本入らないと思うんですけどね。入るかな、どうかな。ちょっとやっぱり窮屈で、なのでこういう場合は先を揃えて先から入れていくしかないですよね。こういう感じで通す。ここでね、ぎゅっと縛らずにゆっくり縛りながら、位置出しを調整するのがポイントかなと思います。で、2回結んで、ちょっとね、動く場合もあるかもしれないけど、よいしょ、ギリギリでカットしてあげます。はい、これを繰り返していきます。はい、ということで、2,4,6,8,9 個ですね。で、10個の方が都合が良さそうなので、1色アクセントカラーを入れようと思います。ちょっと目立つ色の方がもしかしたらいいかもしれない。かな、ピンクでもいいんですけどね。ピンクが可愛いかもしれませんね。じゃあピンクにしましょう。で、それでまあ10個用意して、で1セット10個にしようかなと思います。はい、ということで、こんな感じで10個。この部分はこちらを使ってもいいし、こちらを使ってもいいしということで、あと残りはこういう形でワンセットできておりますので、避けておいてまた違うセットをそれぞれ作っていきたいと思います。はい、続いてこの細い方なんですけど、細い方は小さい方、大きい方は小さい方に比べて穴の大きさが小さいんですよね。ですので、今までは折りたたんで入ってたんですけど、折りたたんで入れれないので、そういう場合は先を揃えて穴に刺していただいたら通りますので、そんな風にしてみてください。で、結び目一応2回作ってますけど、もしかしたら1回でも十分かもしれないので、ちょっと様子を見たいと思います。ダメですね、通っちゃうのでやっぱり2回しておきます。このように通るかどうか確認して、で、大丈夫だったらっていう風にしてもらう方が安全ですので、まあ、なるべく2回ぐらい結び目を作っておいた方がいいと思います。先ほどはシルバーだったんですけど、今回はゴールドで、ちょっとこの部分が 2.5 より大きい大きくなったりもしてますけど、まあ、そこはハンドメイドなので若干の誤差はご愛嬌ということで、はい、こんな感じですね。はい、ちょっと火が変わってしまったんですけれども使う分だけ先に準備してしておく方が効率がいいなと思ったので、それに変えて、で、先に、これ、数合ってるかな?2,4,6,8,10 個。これは、この色の分ですね。で、それ以外に、この3つを、シルバーで10本ずつ用意してます。で、このように、最初の、
ビーズを通す分だけ結び目を作ったものを用意して、で結べたらビーズを通して、でそしてここに結び目を作ったものを貯めていってっていう風にやっていくと、同じことの繰り返しをしてますと、だいたいもう目とかそのコツが分かってくるので、この時に先にこうねじれを戻しておいてあげる方がいいことも分かりますし、はいですね、こうしたら、でここで先にねじれないように通してあげて、で 2.5 ミリのところに合わせてね、こうやって合わせて、で 2.5 ミリになるようにセットして引き締める。でこれでだいたい 2.5 ミリが合ってるので、あとはもう一回通して、で上のところですね、これはこの結び目の下に来てるので良くないので、ずっと 2.5 ミリって言ってましたけど、2.5 センチのことなので、皆さん 2.5 センチでお願いします。はい、これで2回通ってますね。これを作っていきます。はい、一通り終わりましたので、カットしていきますね。はい、ということで、ここからは早送りでお楽しみください。はい、まあそれでいろいろちょっと何種類か色を作ってみたんですけど、可愛いですよね。で、作ってる最中にこのように糸の端がですね出てきてしまって、どうしても見栄えが良くなかったりとか、結んでしまってかなり結ぶ時に失敗してしまってちょっとっていうこととかもあるので、少し多めに紐は必要な時もあるんですけど、こんな感じでできております。これだったらね、そんな大した道具も使わないので、結構皆さんも楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですけどね。結ぶだけだし、結局この定規とハサミと、それからこのコードと、そしてこのビーズですよね。このビーズがあればできるので本当に簡単だと思うんですね。これとあと色が違う、この色も出てきたので今回水色だったりを入れてみたんですけど、ちょっと色のご紹介をしていきたいと思います。まずメインピンクのものに関してはアクセントカラーを ピンクのものはアクセントカラーを黄緑にしました。で、アクセントカラーを黄緑にしたのには理由があって、なぜかっていうと、違う色の大きさは同じなんだけど、違う色、もしかしたらこの大きなのを2つにした方が良かったかもしれないんですけど、例えば、ガーター編みを両端に入れたい。このようにガーター編みを両端に入れる。そしてその間に模様を何回か入れるっていう時に、このようにかけていただくと、メインの色とは別の色なので、ここで変わるってことがわかりますよね。こっちも。で、片側が大きくて、片側が小さいと、例えば表面編むときにこっちにこれを置いたら、この大きい方が右側に来てるときは表面で、左側に来てるときは裏を編んでるってこともわかりますよね。裏を編んでるっていうか、
そうか、裏を編んでるってことも分かりますよね。そういうので、結構便利かな、使い方ができるかなと思います。こんな感じ。ピンクと黄緑の組み合わせ好きなんですよね。可愛い、綺麗で。で、だからこのビーズも少し黄色系にしました。続いてこっち、これいこうかな。これが最初に作ってた分になるんですけど、メインはパープルで、そしてアクセントカラーを先ほど使ったこちらのピンクですね。これと同じピンク。シルバーにするのとゴールドにするのでは結構印象変わりますよね。それもいいかなと思います。シルバーとも似合いますよね。どっちでも似合う色。で、涼しげに。これなんかは夏使うと涼しくていいんじゃないかなと。涼しげでいいかなというふうに思います。続いてですね。続いて赤を選んだんですけど、情熱の赤。で、赤で、色合わせをしたら、この黄色が一番、この透明っぽい黄色が一番しっくりきたので、それでアクセントカラーを黄色にしました。はい、ちょっと赤みのかかったオレンジ系の黄色だったので、シルバーよりもゴールドの方が合うかなと思ってゴールドにしてみました。それからこちらですね。はい、これも気に入ってます。不透明の白っていうのがあったんですよね。で、不透明の白でアクセントどうしようかなっていろいろ悩んで、ピンクにしたり黄色にしたり紫にしたりっていろいろ悩んだんですけど、この水色アクセントとこの水色アクセントでちょっとブルー系にまとめて、だから紐はシルバーにしております。で、同じ感じで結構これもね、かなりお気に入りなんですけども、はい、これも水色をメインにしたので、アクセントを透明、そして大きい方を同じようにブルー系にしました。最後ですね、最後。これも不透明な黒。黒ね、ちょっとこれほら、これを抜くと、結構ランタンムーン風で可愛い色じゃないですか。エボニーウッドとかね、そういう感じでプラスチックなんだけど、ちょっと可愛いので、で、白っぽい色の生地の編み地の時にはこの黒が目立つしいいかなと思ったので、そうしてます。で、ちょっと印象をガーリーな印象にするためにピンクをアクセントにして、このピンクは本当に薄いピンク、こっちのピンクとは全然違う、もっと薄い色のピンクにしました。で、この端なんですけど、多分あんまりね、これね、ちょっとやっぱり焦がしといた方がいいかもしれないな。ちょっとライターで先を炙ってあげるといいかもしれない。はい。焼いてあげた方がいいかもしれないので焼いておきたいと思います。仕上がりました。こんな感じですね。で、10個セットで、そしてマーカーを入れておける巾着、このオーガンジーの巾着を一緒に袋に入れております。結構ね、割とちょっと多めに作ったので、まあ欲しい方いらっしゃったら、お譲りしようかなと思って一応パッキングしてみたんですけど、まあこんな感じですね。で、これはもうできた方なんですけれども、それとは別にですね、なんか同じように作ってみたいっていう方がいらっしゃるかもしれないと思ったので、
その方向けに、同じ色ではないんですけど、こちらは同じ色なんですよね。赤で同じ色のものが用意できた分とできなかった分は、こちらのグリーンのタイプ、はい、ちょっとこの色が濃いめのパープルがかったピンクの方が綺麗かなと思ったので、こちらを選ばせていただいて、でこちらですね、このストリングなんですけど、ストリングはこちらもビーズ見てもらっていただいてお分かりの通り、こちらのセットよりもビーズが少しずつ多くな、一色、一玉ずつ多くなってます。というのも、ちょっとなくしちゃったとか落としちゃったっていうことがあったら申し訳ないなということで、少し若干多めに入れております。ということで、こちらのコードも実際に私3メートル使ったんですけど、3メートルでもし失敗したとかっていう方がいらっしゃったら申し訳ないなと思ったので、こちらは5メートル入れております。そしてテグスの分ですね、こちら透明のコード、まあ何に使っていただいてもいいんですけど、この中にマーカーをこう通しておいて、何周かくぐらせておいていただけると、こういう感じで保管しておいていただけると、なくなることもありませんのでね、いいかなということで、こちらもそれぞれこうテグスをつけておりますので、それをご利用いただければと思います。ここの部分ちゃんと映ってないかもしれないんですけども、これですね、はい、つけております。それと同じようにオーガンジーの巾着ですね。これゴールドとシルバーですごくこうキラキラして綺麗だと思うんですけど、こちらをセットにさせていただいております。これは手作りされたい方用。少しね、ちょっとビーズがもう全然足りなかったので、また追加で入荷したら、ちょっとまた手作りキット一緒に出させていただきたいなとは思ってるんですけれども、今のところちょっと2セットだけなんですけど、もし同じように作りたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひよろしければ、はい、お求めください。リンク下に残しておきますね。そちらからお求めいただければと思います。でこれらをセットにしましてですね、透明の袋に入れて、はい、こういう形で、ちょっとこちら向きが他の分と変わってしまったんですけど、透明のに入れて封をして、この状態でお届けさせていただきます。裏側こんな感じですね、はい。ということで、興味がありましたらぜひよろしければどうぞ。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.